X 解 -103X 解 -103 はアメリカ合衆国のリパブリックアビエーション社がアメリカ空軍向きに開発していた戦闘機である。マッハ3.7を目指す高速迎撃機の計画であったが、モックアップの完成のみで1957年に開発中止となった。1949年頃よりアメリカ空軍は 新しい防空用の高速迎撃機を求めるようになった。空対空ミサイルを渋そうとした機体を求めており、1951年にコンベア社のモデル8とリパブリック社のモデル AP57 が設計比較された。この時はコンベア社案が採用され、回 -102 として開発されることとなった。しかし、回 -100 により、 さらに高性能の機体が求められ、リッパブリック社のモデル AP57 の8.1を X 解 -103 として開発することとなった。X 解 -103 は飛び抜けた高速機であり、最大速度は高度3万メートルにおいてマッハ3.7を目指していた。そのため、機体はチタンでできており、エンジンは YJ67 ターボジェット及び、 XRJ55 ラムジェットエンジンの2機を搭載していた。主翼はデルタ翼であり、尾翼もデルタ形状をしている。インテークは機体仮面にあり、鋭角的な二次元形状を計画していた。コックピットは高速化のために突出しておらず、機体に埋め込まれている。前方視界の確保はペリスコープによって行われることになっており、これは 海 -84G の改造機により試験を行っている。なお、下方脱出方式を予定していた。武装は、胴体全部のウェポンベイに AIM-4、ファルコン、または AIM-47 ファルコン4発の搭載を計画していた。固定武装はなく、自動迎撃システムの採用により、 深い -106 と同様に乗員による操作は最小限にすることが考えられていた。モックアップは完成したもののエンジンが完成せず、価格の高騰と計画の遅延により1957年8月に開発は中止された。ありがとうございます。